ブッシュミル鉄道車庫の外に置かれたマウンテニア機関車ブッシュミル鉄道はかつてオーストラリア連邦タスマニア州ポートアーサーから2トルの場所にあった機関15インチのミニチュア鉄道である。東鉄道は1986年に開業した。東鉄道は連続するループと山腹の上のジグザグを通じて急斜面を上り壮大なサーペンタイン橋を横断する。 1990年に道路線での運行用に K1 のハーフサイズのレプリカが製造された。プロトタイプの K1 はタスマニア島の西沿岸のノースイーストダンダストラムウェイ向けに製造された世界初のマーラット式機関車であった。かつてタスマニア島に多く点在した伐採半出用トラムウェイに直接関係していた19世紀の 製材所と数多いアイテムを特徴とするレプリカの生産が確定した。東鉄道は2004年6月30日に廃止された。東鉄道にはセミオープンの客車5両と石炭貨車2両があり。これらはクリーソープスコース時計弁鉄道のコレクションの一部となり、客車は現在シャーウッド森林鉄道に移管されている。ありがとうございます。